新型コロナウイルスの影響で解雇や契約を更新されない雇い止めの対象となった人が8万人を超えました。厚生労働省によりますと、感染拡大の影響による解雇や契約を更新されない雇い止めの対象となっている人は6日時点で8万121人でした。契約を更新しないなどの雇用調整を行う可能性のある企業は 12万事業所となりました解雇や雇い止めの対象者を月別で見ると去年5月が最も多い1万2949人で6月以降一旦は減少したもののその後は増減を繰り返しています。